工学研究院応用化学部門の後藤正博と申します私の専門は創薬工学です特に薬の新しい投与方法を研究しています世の中から注射をなくすため皮膚から薬物を導入する新しい経皮吸収技術の開発を行っています私たちが注射をなくしたいのは 単に痛いからではありませんワクチンなどのタンパク質でできたお薬は胃で消化分解されるため飲み薬ににででできずに注射で投与せざるを得ないのですしかし注射は医療機関でしか受けることができないので医療機関の乏しい発展途上国ではこのようなワクチンを受けれずに毎年100万人以上の子どもたちが亡くなっています。 私たちは、このような子どもたちに貼るシール型、あるいは塗るワクチンを開発して届けたいと考えています。また、同様に皮膚に貼るだけで、癌や花粉症を治す経費ワクチンの開発も行っています。これまで誰も成し得なかったことにチャレンジして、それが達成できた喜びを味わえることが、 研究のの最大の魅力です昔から皮膚の外側には角質層がありこの角質層は強力なバリア機能を示すためタンパク質のような大きな分子は透過しないことが知られていましたが私たちが独自に開発したナノ化技術でタンパク質の経費透過が可能になりました。つまり皮膚をを通して様々な薬物を導入できる 新しい経費吸収技術の開発に成功したのですこれによってこれまで注射でしか投与できなかったワクチンの針薬や塗り薬の開発が可能となりました私たちのこの技術は様々な化粧品成分を皮膚によく浸透させることができるためすでに16品目の化粧品に実際に応用されています 私のモットーは、まず自分の手を動かしてやってみるということです。科学の分野では、実際に自分の手を動かしてやってみると、予想外の結果が出ることが数多くあります。大発見というのは、そのような時によく生まれます。科学技術の分野でも、最近急速にグローバル化が進んでいます。 もはや全世界のの研究者が私たちの競争相手となっています学生の皆さんもこのような国際社会で生き抜いていくために自分の研究の魅力を英語でうまく伝えられるようになってほしいと願っています。